ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。わかった、ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。暑い、空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと一年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。あ、はい。遠慮はいらん。行きます。ビッグホーン。行きたくない。攻撃しているつもりか。ビッグバン。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちを吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。